徳間ジャパン演歌歌謡曲チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、郡健太です。おかげさまで郡健太新曲忘れまり発売となりました。皆さん、本当にありがとうございます。大きな拍手いただきまして、なんとですね、今回郡健太のこの忘れまりは郡健太にとって15枚目のシングルとなりました。もう皆さん聴いていただけましたでしょうか。中にはもうカラオケで挑戦しているよという方もいらっしゃるかもしれませんね。今回この忘れまり、前作の乗り換え機と同じ先生方に作っていただいた作品で、作詞は木下龍太郎先生、作曲は大谷明優先生と、木下龍太郎先生がお亡くなりになる前に、作曲の大谷明優先生が預かっていたという大変貴重な、そして大切な歌詞をですね、郡健太の新曲としていただくことができました。この忘れまり、皆さんこのタイトルを聞いてどのような歌を想像しましたでしょうか。切ない女歌なんですけれども、この歌詞の中にですね、いろいろなその切なさの中にもですね、作詞家木下龍太郎先生のこの世界観ってすごいなと、すごくね、感激感動する箇所もたくさん盛り込まれてますので、どうか皆様にはですね、まず歌詞を読んでいただいて、そして、曲を聴いていただいて、歌っていただいて、盛り上げてほしい一曲となっております。この忘れまり、歌う時のポイントとしましては、全体的にですね、肩の力をスッと抜いて、心の中はですね、物語はとっても切ない歌なんですけど、気持ち、心の中は少し明るめのテンションをこうキープしていただきながら歌っていただきたいんですね。そしてここだけは気持ちよく歌ってほしいという箇所がここでございます。襟元あたりがチクリと痛い、あなたが残した傷かしらというね、この2行なんですけど、ここをですね、思いっきりこう感情を込めて、そして、できればなんですけれども、こう泣きという表現をですね、皆さん入れてみてほしいなと思っております。ぜひですね、この忘れまり、皆様に本当にですね、応援していただいて、新曲との新たなご縁を頂戴した僕にとって大切な大切な新曲ですので、皆様にもぜひ可愛がっていただきたい、そんなことを思っております。もうですね、このチャンネルで郡健太のこの忘れまりのミュージックビデオも皆様にね、お届けできておりますので、ぜひこちらの方も楽しんでくださいね。今回はですね、女優さんを起用してのこのミュージックビデオ撮影でございました。この気合が違うでしょ？僕だけじゃないんです。女優さんもいるんですよ。ぜひですね、そちらの方も楽しんで見ていただきたいと思います。皆様方にですね、またこの新曲、忘れまりを、近くで歌声をですね、届けさせていただける日が一日も早く来るといいなと思っております。また全国へ、そして皆様のお近くへ、やらせていただく予定もございますので、どうかその時には、お帰りと皆様迎えていただければと思います。それでは9月14日発売、郡健太の新曲忘れまり、応援よろしくお願いいたします。そして皆様お体ご自愛ください。郡健太でした。